はい、どうも皆さんこんにちは、山猿です。というわけで、新イベントトリックオアトリートドタバタキャッスル間もなく開催ってことで、イベント期間が10月31日、現在10月30日の僕が今撮ってるのが3時ぐらいですね。なので、まああと何 10時間後ぐらいか、うんですね。はい、10時間後くらい行きますね。ミッション完了してマップ上の扉を開けるカボチャの鍵を獲得。キャッスルの上階で進んでキャンディーを集めよう。集めたキャンディーはハロウィン賞等の豪華報酬と、引き換え可能ってことで、これですね、トリックオアトリート。ドタバタキャッスルイベント。はい。まあ、上が課金用ってですね。はい。キャッスルセール。まあ、安定の1万5000円、7000円みたいなんですね。うん。で、このドタバタキャッスルのこの下の、なんだこれは。かぼちゃの鍵をゲットして、まあ、この扉を開けて、あまあ、キャンディーをどうのこうのって言ったけどね。で、まあ、なんか、発見ゴースト19って書いてあるので、まあ、ゴーストも多分出てくるんでしょうね。ちょくちょく。で、基本鍵、あの、キャンディーが出てきて、で、たまにゴーストがゲットできるから、で、ゴーストゲットしたらその上のやつがどんどん回復されるっていう感じかな。まあ、基本キャンディーでゴーストが出たら多分その空いてる扉が全部まあリセットされてとかなのかな、わかんないですけどね。で、またあの鍵開けていくみたいな感じかな、僕の予想ではね。はい、でまあ報酬と交換がまあ衣装系と、まあなんだこれは、キャンディーで衣装系交換、ウィッチョとエレナの衣装がまだゼロなんで、まあ多分 そこら辺が来るんだろうなとは思うんですけど、まあ誰のか分かんないけどね。でまあギルドの進行状況もね、なんかあるっぽいので、まあまたギルドの人たちよろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。で一番下が、ミッションやって、まあ鍵をゲットしてねっていうことですね。いいね、キングさ、こういう時にさ、キングってなかなか来ないからさ、なんかキングいると新鮮ですね。まあ全く新しい感じの使い回しのイベントではなく、多分新しいイベント来たので、まあ、使い回しよりは、いいイベントにはなるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。まあ、ハロウィンだしね、しかも。ハロウィンイベントなんで、多分まあ、他のやつよりかは、まあ、そこそこいいやつだとは思うんですけど、ただね、報酬と交換がちょっとあの、衣装しか見えないのが、まだわかんないね。こう下が何がもらえるのかっていうね。ただ、キャンディーこれ、なんだこれ。500個ずつでもらえるのか。だから、多分これ2人分の衣装あるから、3000キャンディー集めないと多分衣装全部ゲットできないよね。きつくね、3000キャンディー。まあ1回につきどんぐらいキャンディーもらえるか分かんないけど、ちょっときつい感じしますね。まあなんかね、こういろいろ今は、最近はね、あんまり良いイベントが来てないのでね、なんか結構期待の声が、高まってるっぽいんですけど、まあその神イベントになるかな、どうだ、まあそのなんか鍵でどんぐらい何がもらえるかだよね。鍵開けてね、そこによると思うのね。まあ、あんまり期待しておくと、なんか、あの、ね、がっかりするパターン多いから、あんまり期待せずに、おきましょうね、皆さんは。はい。あんまり期待せずに、まあまあ、無料でなんかちょっとアイテムもらえるでしょうぐらいの感覚でいきましょう。はい。まあちょっとね、楽しみではありますね。新しい、全く新しいイベントっぽい。はい、あと、はい。ご報告があるんですけども、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、僕のね、あの、X の方とか、インスタの方でね、ちょっとつぶやいてはいるんですけど、インスタの方つぶやいてないかもしれないけど、ついにね、僕365日目、はい、ついに1年、迎えました、ドタサバイバー。ありがとうございます。頑張った、1年間。いやー、始めたの今日だったんだね。10月30日始めたんだね、僕。なるほど。いやー、1年経ったけども、まあ、うん。ハマってはいるね。ハマってはいるんだけど、まあ多分、こう、飽きてしまった人も多分多いんじゃないかなっていう印象はありますね。またなんか別の動画、ゲームやんなきゃなーっていう感じしますね。はい。まあ、ダダサバもね、まだやるけど、まあまあ、365日ね、1年間続いたので、これからもね、お世話になってなると思いますのでね、よろしくお願いします。はい、というわけで、新イベント、緊急近況報告でした。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。